8月に始まった処理水の海洋放出、福島第一原発の廃炉を進めるためにも避けて通れないとして政府が放出を決めました。ここで廃炉に向けて3つのポイントで整理していきます。まずは廃炉の最難関とされる燃料デブリの取り出しです。1号機から3号機のうち最も進んでいるのが2号機。格納容器の横からロボットアームを入れてデブリを取り出す計画です。ところがロボットアームの入り口に大量の堆積物が確認されたため、まずはこれらを取り除かなければいけません。デブリの総量は推計で880トン。このうち今年度後半に取り出しを予定するのはわずか数グラムですが、着実な作業が求められます。続いて処理水の現状と見通しです。8月時点でその量およそ134万トン、タンクの数は1000基を超えました。今年度は3万1200トン、全体の 2% ほどを放出する計画です。一方で放射性物質を取り除く過程にある処理途上水が7割ほどを占めるため、これらの処理も続きます。放出にかかる期間は30年ほどに及ぶ見通しです。最後にこの12年余り問題となっているトラブル発生時の東京電力の対応です。先月、作業員が放射性物質を含む液体を浴びる事故がありました。東電は当初、液体の量を100ミリリットルと発表しましたが、その後、数リットルと訂正。廃炉作業を進めていく上で、漁業関係者など地元の信頼と理解は欠かせません。ここからは原発事故の直後から福島に住み廃炉政策を担っている経済産業省資源エネルギー庁の木野正人対策官にお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。木野さん、まずはこの3ヶ月を終えてどんなお気持ちですか？はい、3回目の放水が先日終わりました。はい、トラブルなく無事に3回放出を終えているわけですけれども、うん、今後30年間にわたる放水です。はい、この緊張感を維持していかないといけないということですね。なので、またスタートです。はいはい、緊張感というお話がありましたが、はい、どのポイントに緊張感を持ってやってらっしゃるんですか？やはり一つ一つ、まあ、例えば放水のためには弁を開けるとかいろいろな作業があります。はい、それも我々国の職員がいちいち確認をして行ってますけれども、うん、はい、まあ、ミスなくトラブルを起こさないようにということですね。はい、VTR にもありましたけれども、デブリの取り出し自体が順調そうには見えないんですが、今年度内には取り出しはできそうなんでしょうか？はい、今最初ロボットアームで、はい、取り出しを行うということでしたが、はい、それがダメな場合の事前の策を、うん、今検討しています。はい、まあ、釣り竿方式みたいなものもですね、合わせて検討していってですね、うん、なんとか期限に間に合うようにということで今一生懸命やっているところです。はい、東京電力の福島の復興を進める上で作業員が放射性物質を浴びてしまう事故があって、その対応に少し歯がゆさを感じるところもあったんですが、監督する国の立場として絶対にトラブルを起こさないという決意が求められますね。はい、我々も放水の作業をすべて立ち会いをしています。他の関係機関もですね、立ち会いをしております。で、東京電力もですね、やはりその現場をよく見て、現場を確認して東電自身の現場力を高めていくっていうのも非常に大事だと思いますね。はい、ちょっと時間終わっちゃいそうなんですけど、一つだけ質問させてください。はい、
木野さんは震災直後からもうずっと福島に入ってますよね、はいはいはい、福島のことが好きになりましたか？いやもう大好きで、食べ物も美味しいし自然も豊かで、はい、うん、まあ一生住もうと思っています。そうですか。そんな木野さんだからこそ、はい、例えば処理水の問題、デブリの問題、絶対に福島の皆さんに影響が与えるような間違った情報を出すつもりは1ミリもないですね。ないですね。もう私はもう自分の知識と経験で安全をしっかり確認していきます。安心していいですね。もちろんです。今回の処理水の問題についても安心していい、はい、もちろんです、はい、大学では原子力を専攻されていて、うん、はい、専門は何だったんですか？あのトリチウムの研究をやっていました。そうですか、はい、ここまであの木野さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。